塩漬けのサメの話を、もうだから何を話そうかっていうのを、あ、これ台本今日ね、結構綿密な台本がね、今日はこれでもね、すごいね、綿密な、こんな分厚い台本、ハエさん作ってきてくれたんですけど、このコーナーだけは台本がなんか、そうですね、はい、うん、もうぶつけで、ちょっとフリーでやってみよう、はい、一体どんな話をするのか、はい、で、ちょっとね、小道具を使わせていただきます。はい、これシャークトランプ。シャークトランプ。はい、某サメグッズを作っている会社さんが出している。はい、で、こういう、白いのトランプというか、あ、して、これはトランプなんですね。はい、まあ13種類かな、しかいないんですけど。まあトランプですからね。そうですね。はい、でこれをちょっと馬口さんに弾いていただいてですね。あ、それでなんかそのサメの話をどこまでできるかなみたいな。じゃあどんなサメの話でも早井さんはできるっていう体なわけですね。いい、私たち2人でどこまでできるか。じゃん。はい。来ましたか。じゃん。猫ザメ。猫ザメ。可愛らしいのができました。可愛い。猫ザメのマニアック話をしようと思います。猫ザメ、トゲがありますね。うん、はい、第1背びれと第2背びれ、それぞれ角がついてます、ね、うんうんうん、はい。これ毒があるらしいですね。なんか刺されるとすごく痛いっていう、うん、ものの本には書かれています。うん、はい、でそれね、なんかすごい昔から謎なんですけど、本当にサメのトゲに毒があるっていう人がいるんだけど、うん、本当かなって。あ、毒腺みたいなのってあれなんかなさそうですよね。なさそうで、私結構猫ザメの局にはねブスブス刺さりましたけど刺されてる口なんです。刺されてる口なんですけど別に大丈夫だよ。痛いけどね、かなり痛いけど。刺されると痛いけど、うん、毒があるようには思えない、うん、まあ腫れる人もいるけど、多分その時一緒になんかね。ただ種類のって違うんかな、そういうことでもないんかな。いや、私はね、その説否定派なんですよね。あ、そうですか。サメの局にはないんじゃないかな、うん、なるほど、うん、ただね、あ、まあ多分僕も勘違い派の意見なんですけどね、うん、あの猫サメって好物がウニとかなんか貝とかそんなものじゃないですか、うん、でウニを食べると紫ウニとかの色素が溜まって角が染まってくるらしいんですね、うん、だからそれが毒に見えてるんじゃないかっていう、まあ、ウニの毒自体を供給してるかは分かんないですけど、うん、そういう色素を含んだ角が、まあ、毒があるように見えてるのかなみたいな、うん、そういうふうに、まあ、ちょっとこれはあくまで私の個人的な意見ですけど、個人的な、はい、個人的な、なくしてしまった、はい、ちょっと字幕を作ったんです字幕してしまいました、大事な、はいはい、個人的な意見です。あ、でも私もね、あの小笠原で猫ザメを解剖して、局と顎取ったんですよ。そして乾かしたら綺麗なピンク紫になりました。あ、そうですか、うん、でと思って、だいたいサメの顎って真っ白、まあ、そうです ね、とか乳白色とかねとか黄ばんでね、うん、ちょっと、はい、でちょっと腐って茶色とかはあるんですけど、綺麗なね、本当に藤色になったんですよ。あら、うん、だから今のハエさんの話はね、そのウニ由来なのかな。あの、そうですね、だから好物がそういうもので、うん、まあだからシモクザメなんかでもなんかエビ食べるやつはあの色素ついてくる。これもなんか、いや、体なんです。体がピンクにある。はい、ね、オレンジ色らしいんです。へえ。あれはなんていう、キチンキソさんだっけな。なんかそういう、甲殻類が、ね。そうですね、エビ由来のなんか色素がどんどん溜まって、オレンジ色になるっていう。確かどっかの物の本に書いてあるんです。ちょっとネタが、そうそうさせないんですけど。まあ、でもまあ食べ物にはね、まあ、由来するでしょうね。そうですね、生き物はね。紫色の顎見てみたいですね。あ、まだ残ってます。うちにあります。あ、うちにあります。あ、うちにあります。今度なんか紹介してください。あ、わかりました。あ、インターネットでもね、確か載っけたかな。あ、そうです。乾燥前のやつ載っけてると思うんで、後でじゃあちょっと URL、そうですね、はい、お見せします。皆さん見てください。はい、紫のサメです。っていうか、猫サメだけでここまで語れる。猫。これもうタッチプールとか行っちゃうと、なんか角切られちゃってますけど、ね。危ないですからね。もうみんなニッパーを持ってこうブチブチ切るっていう、うん、なかなか水族館の方大変だとは思うんですけど、うん、あ、そうだ、で島猫の話した島猫ザメ、はい、猫ザメって今日本で、まあ、猫ザメと島猫ザメってね2種類があるそうですね、はい、まあ、島猫に関して言えば、うん、あの住んでる地域がちょっと南の方になっちゃいますよね、うんうん、はい。
で今どこの水族館だと見れますか？はい、これ実は大阪海遊館にいます。お、はい、この一番下のサメですね。この一番これですね、すごい島が多い、はい、ゼブラ、ゼブラ、うん、ゼブラもゼブラ、うん、はい、これがですね、綺麗な、はい、島模様なんですかね。大阪海遊館のとある水槽に、ね、隠しザメとして、はい、隠れキャラ的な、うん、ちょうどだから2人で、去年でしたっけ、シンポジウムの後に一緒に水族館回ったんですけど、うん、その時は大胆にもね、大胆にも真上にいたんですよね。っていうめっちゃ探して隅々まで探してやばい、島猫今日見つけられないわと思ったら、あれあれトンネルの真上にってね。あ、トンネルって言っちゃった。あ、はい、あのエスカレーター上がってすぐのトンネル水槽にいますんで、うん、皆さん多分ね、なかなか見つけづらいと思うんですよね、うん、隅っこの方にね、隠れちゃって、うん、で結構ちっちゃいんですよね。そうですね、うん、けどね、この間見たら結構大きくなってましたよ。あ、育ってました、はい、で、色もちょっと茶色がかって、うん、島がなんか、うん、いい感じになってました、ね、あ、はい、あ、そんな本当にいっぱい島入って、はい、茶色と、はい、いい感じに模様が出てきて、うん、行った時本当真下だったん で、ね、全く島猫の島が見えない、ね、お腹広いですからでもなんかそういう意味では海遊館のサメの楽しみ方ってすごい面白くって、そうですね、そうだって今ジンベエザメいないから海遊館行ってもみたいな、サメ好きの人、なね、あなたは間違ってますよ。海遊館の本当のサメの楽しみ方はジンベエザメではありません。はい、ジンベエもですけれども、うん、それ以外のサメもすごいたくさん魅力的なやつがいます。隠れザメって何ですか？そうですね、隠しザメ、もう本当にもういるの分かるかなって、多分水族館の人がなんかね、そういう感じで飼ってんじゃないかっていうぐらい、うん、やらしいところにこう、ね、なんか宝探し的にちっちゃくてマニアックなサメが各水槽の隅くらいに配置されてるみたいなイメージですよね。そうなんです、そうなんです。もうだからね、本当にサメ好きを名乗るんだったら海遊館のサメを網羅してください、うん、はい、ジンベエを見るだけが海遊館の楽しみじゃないよって、はい、え、今度それなんかイベントやります？海遊館隠れザメ全部写メを撮ったらなんかプレゼントみたいな。あげますと。あれだって写メ撮れない位置にいること結構あるじゃないですか。そうですね、うん、なんかヒレだけ見えてるとかね、そうそう、なんかそういうのがいっぱいいるんで、うん、本当に隠れてるんですよ、本当に 嘘抜きでだからね、こう紛れちゃってるっていう、うん、なんか 2,3 時間じゃ絶対網羅できないよね。多分ね 3,4 回ね、あのスタンプしてもらってね、再入場してね、やっと見つかる程度なんですよ。だってこの前もうちらで3時間くらいいたんだっけ。多分そうですね、3時間いたけど結構見れなかったのいたもんね、はい、隠しザメ、そうなんです、あれ隠れザメじゃなくて隠し、ね、隠しなんですよ、ね、うん、もう学芸員の人が意図的にサメマニアに向けた挑戦状のような展示をしているっていうね。そう、あのね、表示板いっぱい書いてあるんで、あ、このサメだっていうの分かるの、大体分かるんです、うん、けどそれが書いてないのも結構いる。あ、隠しザメは結構出てないんだ。そうなんですよ、うん、はい、場所によってはだからこれ何ザメだろうっていうのがいて、うん、そういうのもだからポロッと入ってたりするんですね。お、え、ちなみに何種類くらいいるんだろう。今ね、多分20はいないかな、 15ぐらい。15もいる。はい、15いますね。15ぐらいは確実にいますよ。隠しザメ15。皆さん、海遊館はジンベエザメではなく隠しザメがね15くらいいるみたいですよ、はい、私も15全部は多分見たことないな。あ、そうですか、うん、こういうね、大水槽にも隠しザメ、大水槽の隠しザメ難しい。これね、これ結構ね、私苦戦したっていうかね、あ、見つけたって感じの、本当にそういうの1匹いました。あ、1匹大水槽は。大水槽はね、まあ多分探せばいくつか、うん、あ、こんなのいるんだっていう感じなんですけど、うん、あの隠しやなっていう、本当に紛れてるのは一種類、うん、これ分かった方相当のマニアです。あ、じゃあ一番大水槽がレベル高い。レベル高いですね、難易度高いです。ローリーを探せ並みにレベル高いです。あ、じゃあさ、今度さ、海遊館の水槽ごとにシャーキビリティ度をつけてさで、それでなんかこうみんな写メ15匹の写メを取ったらなんかプレゼントみたいな。あ、面白いですね。1週間くらいかかるかな。多分分かる人と
どうだろうな、1年かかっても見つかんない人は見つかんないと思います。1年かかるそうですよ、はい、だからね、うん、あのパスポート作って毎日通うとかね、そういうレベルの人に、うん、ちなみにハエさんパスポート私は持ってないです、ね、あ、持ってなくって、はい、それだけ全部網羅しちゃったんですか。行ってます、結構年に最近は2回ぐらい行かないました。うーん、はい、3回の時もあります。いやいや、私もうちょっと少ないかなと思って行ったけど、海遊館の隠しザメはね15あるということで、はい、でちょっとこっそり後で、まあ、隠しというか、まあ、種類自体が15種類っていうこと。あ、種類が15、はい、15種類、はい、あで隠しは多分ね、うん、5つぐらいかな。あ、5種類ぐらいは多分これ隠してるやろう、うん。じゃあ、海遊館でじゃあ15種類のバンサイル、サメだけ A は関係なく A を抜いて15種類、 A 抜いて15種類、はい、A もたくさんいますよ、はい、うん。じゃあまずサメに関しては15種類全部見つけたらもうシャキビリティ OK、はい、もう相当高いと思います、うん、でそのうちの5はその見つけられない人には1年経っても見つけられないんだろう。多分難易度で5つ星ぐらいのレベルが、大水槽に1種類割り入れてます。いやいやいや、皆さん海遊館行きたくなりましたね。結構ね、あの今ジンベエザメいないんでね、うん、あの面白い動きをサメとかいろんな魚がしてくれます。あ、そうか、大水槽、そうなんです。面白かったホシエとかがね、伸び伸びこう泳いでて、こう大水槽、うん、ジンベエザメがいた頃はちょっとね、あの壁に沿ったりして泳いでたんですけど、うん、今本当に悠々と泳いでたり、あとグルクマですね、あれの群れが本当に綺麗ですよ、はい、あのガイドツアーで餌をあげる時もね、グルクマがこう水面にバシャバシャバシャとこう、うん、ジンベエの時は本当にこうおとなしく周りにいたんですけど、うん、もうそういうのが見られたり、だから普段見れないもの見れるっていう意味では今、うん、ね、面白いっていうふうに思いますね。そうですね。じゃあさ、あの夕方の種目がさ、はい、結構機敏になる時間帯あるじゃないですか。アクティブになりますね。あれジンベエいなかったら相当アクティブじゃないですか。相当来るんじゃないですかね。私ちょっと夜はあの時間なかったんで、うん、じゃあ今ジンベエがいないこの海遊館こそ行くべきみたいなね。そうですね。ちょっとそういう面白さもあるよ。海遊館はね、はい、本当に、まあ、館長さんからね、スタッフの方からみんなシャーキビリティが非常に高い方ばっかりなの で、はい、楽しんでください、はいはい、ということで、ね、こう今猫ザメコーナーでもどんだけもう9時になってしまったので、そうですね、どうしても5分くらいエンディングトーク、はい、エンディングトークじゃあ行きましょうか、はい、行きましょうか、はい、はい。